モダンなフレーズって言ったらいいんですかね。例えばチャーさんの曲でスモーキーっていう曲があるんですが、あの曲は Em9th と Dm9th、 これが連続で出てくる曲なんですけど、これの、ベースラインっていうのがすごいかっこよくてですね、 Em9th の時に、ベースの音が、2度、この場合超2度ですね、メジャーの2度とマイナーの7度をこういい感じに行ったり来たりするようなフレーズを弾くんです。 Em9th のところをちょっと弾いてみようと思います。 1,2,3,4、 こんな感じです。ここのこの音とこの2度の音と7度の音、こいつをこういい感じにこう1度の音を挟んで使うんです。で次の Dm9th のとこも同じようなこう2度と7度の音をうまく使って弾くんです。これを交互に繰り返して弾いてます。テンポは100-110ぐらいでしょうか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。でこれが意外と実は地味に使えて、4ビートのジャズ、例えば C から D7 に行くような、まあ、C 一発の時なんかでも全然例えば使えるんですよね。この C というコードの時にこれは今、1度と2度と5度を弾いてます。これ今の1度と2度の間にクロマチックを挟んだりとか、こういう風な2度の音だったりっていうのをこうかっこよく使えると、なんかフレーズだったりとか、あとジャンルとかそういう風なやつをうまく表現できるんじゃないかなと思うんですよね。